そうですね、私自身 DX いろいろ知らないことがあったので、今回撮影を通じていろんなことを知ることができたので良かったです。スマホで何でも簡単にできるとか、まあ、キャッシュレスとかで、家にいても買い物ができるし、映画も見れるし、こう生活に便利なイメージがあります。やっぱり私自身キャッシュレスかなと思います。現金を本当に使わなくなって、本当今スマホで何でもピッと支払いができるので、すごく便利な時代になったなと思ってます。じゃあ、まず一般認定をください。ありがとうございます。みずほフィナンシャルグループの DX ブランドムービーに出演する黒島結菜です。 DX って難しいことだと思っていたのですが、今回みずほさんの撮影で意外と身近で分かりやすい部分もあるんだなというふうに感じました。みずほさんの DX サイトで分かりやすく発信されているので、皆さんもぜひご覧ください。